皆さんこんにちは。1980年代のトップアイドルで今も変わらぬ魅力で人気の松田聖子さん。しかし2021年にまな娘の神田沙也加さんが亡くなってから紅白歌合戦は2年続けて辞退されています。松田聖子さんが今どうされているのか気になる方も多いのではないでしょうか。車椅子に乗っていたという報道もありましたね。今回はそんな松田さんの現在闘病中との話、過去の近藤真彦さんとの浮気、極秘堕胎、沖縄での事件についてお話しいたします。松田聖子さんの初婚相手は神田正輝さんであることが有名です。1985年2月に交際が報道され、4月に婚約を発表し、6月に結婚というスピード婚でした。お二人の間には一人娘が誕生し、その娘が2021年に急逝した神田沙也加さんです。お二人が離婚したのは結婚12年目の1997年です。離婚の理由について一部の報道では松田さんの数々の不倫にあったと報じられています。ジャニーズの近藤真彦さん、アメリカ人俳優のジェフ・ニコルスさん、バックダンサーのアラン・リードさんなどとの不倫報道がありましたが、松田さん自身は不倫を認めることはありませんでした。中でも近藤真彦さんとの不倫は注目を集めました。1989年2月発売のフライデーで近藤真彦さんと松田聖子さんがニューヨークのホテルのラウンジで密会している様子がスクープされました。当時近藤真彦さんは1985年に愛旅立ちで共演して以来、交際をしていた中森明菜さんという恋人がいました。松田聖子さんと近藤真彦さんはお互い海外志向が強かったこともあり、アーティスト活動の一環でニューヨークを訪れていた際に、同じく仕事で訪れていた近藤真彦さんと会っていたようです。しかしお互いに恋人、配偶者がいる大スターの2人が異国の地で落ち合っていたということで、当時大騒ぎとなりました。このフライデー報道を受けて帰国後の松田聖子さんが会見を行いました。会見の内容はフライデーにはめられただけで、近藤真彦さんとの不倫は事実ではないというものでした。しかしこれにフライデーサイドは激怒。フライデーは再び2人の尾行を続け、聖子とマッチとの路上キス写真を撮ったと松田聖子さんが当時所属していたサンミュージックに連絡。サンミュージックの相沢秀義社長はこれを受けてすぐにニューヨークに飛んだといいます。相沢さんは現地でフライデーサイドと話し合い、スキャンダルに発展するような写真を掲載しないということで話をつけたといいます。相沢さんはすでに他界されていますが、亡くなる2年前にこの事実を認めています。松田聖子さんはこの騒動があった直後の1989年6月にサンミュージックとの契約を終了して独立していますが、相沢社長のフライデーのもみ消しと関係があったのではと言われています。松田さんの2度目の結婚は1998年5月、36歳の時です。お相手は6歳年下の司会、畑野博之さんでした。畑野さんは東京都世田谷区の歯科医院に勤務していて、娘の神田沙也加さん診察にを連れて行ったことで出会い、交際に発展したそうです。松田さんは畑野さんとの出会いをビビビときたとコメントし、ビビビ婚と言われました。そしてお二人は交際期間2ヶ月ほどで結婚、2年後の2000年に離婚しました。離婚の理由については畑野さんのアメリカ留学と松田さんの不倫にあったそうです。松田さんは2度目の結婚後も男性の影が絶えることがなかったようです。松田さんの3度目の結婚は2012年6月、50歳の時です。お相手は2歳年下の慶応義塾大学医学部准教授、川名博正さんです。川名さんは松田さんの現在の夫で、芸能関係に携わる方ではなく歯科医師であり、神奈川歯科大学教授に就任された方です。3度の結婚をされた松田聖子さんの子供は
神田正輝さんとの間の子供神田沙也加さんを一人だけですが、実は過去に一度だけ中絶しているといった噂がありました。真相は明らかになっていないのですが、神田沙也加さんは神田正輝さんとの間にできた子供ではなく石原裕次郎さんとの子供なのではと言われているのです。また当時神田正輝さんはポスト松田聖子と謳われた岡田由紀子さんと交際していました。そして石原裕次郎さんは松田聖子さんがお気に入りで可愛がっていたそうですが、妊娠してしまい松田聖子さんと神田正輝さんを結婚させて神田沙也加さんを産ませたのです。また妊娠もこれだけではなく、過去にも妊娠したことがあり、その時は中絶したといった話があります。松田聖子さんの地元である久留米市ではすでに有名で顔がすぐにバレてしまうため、鹿児島の田舎の産婦人科医を頼って堕胎したといった話もあります。この中絶は極秘で進められていたのですが、話によると松田聖子さんの中絶を担当した医者が時が経って周りの人間に話してしまったことから、このような話が浮上したようです。2017年7月10日羽田空港に到着したフライト客の集団の最後に車椅子の女性がいたことが目撃されており、その女性こそが松田聖子さんです。ファーストクラスのカーテンが開き、空港職員にガードされながらゆっくりと出口を目指す姿があったそうです。飛行機に乗り合わせたお客さんは大きなマスクをしていましたが、肌が真っ白で髪はツヤツヤ、赤い靴ひもが目立つニューバランスもおしゃれだなと思いましたが、まさかあの松田聖子とは。しかも車椅子に乗って移動していたから驚きましたと心境を語っています。松田聖子さんはその直前の7月8日と9日の2日間日本武道館のステージ上でコンサートツアーデイジーの東京公演真っ最中だったのです。しかしその姿はいつもと違い、全曲椅子に座りっぱなしで歌っていたんです。不慮の事故で怪我をしてしまったみたいで、聖子ちゃんはコンサート中何度もごめんなさいねと口にしていました。それでもあの歌声と笑顔はいつも以上、パワーをもらえましたと観客が明かしています。芸能関係者によると、松田聖子さんはコンサートの1週間前に後ろ向きに滑るように転んでしまい、腰と背中それから肩を強打したそうです。この怪我がかなりの重傷で、コンサートの2日前までは起き上がることもできず、武道館公演は中止も検討されていたそうです。しかし松田聖子さん自身がコンサートの開催を強く希望したことで予定通りの開催となっています。松田聖子さんがどうしてもステージで歌いたかった理由は2つあります。松田聖子さんは故郷の福岡が豪雨の被害を受けたことにとても心を痛めていて、歌うことで少しでも元気づけたかったのだそうです。そしてもう一つは、娘である子神田沙也加さんの結婚を歌で祝福したかったことです。コンサートツアーのタイトルデイジーは最新アルバムと同じタイトルであり、このアルバムにはあなたプロポーズトゥナイトというプロポーズを幸せな気分で待つ女性が主人公の曲が収録されています。作詞作曲は松田聖子さん自身で行っており、2017年4月に子神田沙也加さんが結婚を発表した後、父親の神田正輝さんは子神田沙也加さんのSNS に登場して祝福ムードを表明しています。それと対照的に松田聖子さんはノーコメントでしたが、それだけにこのような曲が収録されたアルバムをタイトルにしたツアーを行うことが何よりのお祝いだと考えており、その強い思いが2日間座ったままの舞台につながっています。松田聖子さんは両日とも痛み止めの注射を打ってのステージだったそうですが、それでも歌う時にはかなりの痛みが伴っています。さらに転倒してからは食事もほとんど取れていないようで、いつ倒れてもおかしくない状態で、まさに満身創痍でのコンサートとなったそうです。
驚異の気力で2日間の武道館公演を終えた松田聖子さんは車で羽田空港へ向かい、国際線のターミナルに姿を見せた時にはすでに車椅子に乗っています。マネージャーや関係者、実母も松田聖子さんを囲んでいましたが、その中でひときわ細やかな気遣いを見せていたのは2012年に結婚したイケメン司会川名さんです。川名さんは深夜なのによれていないスーツ姿で長身をかがめて松田聖子さんの車椅子を押していたそうです。松田聖子さんはかなり疲れた様子でしたが、同時にどこかほっとしているようにも見えたことを乗客は語っています。ファーストクラスに乗り込んだ一同はシンガポール到着後に高級ホテルへ移動し、車椅子から送迎車に移る時もご主人がそっと腰に手を回し解放しています。またホテルではお母さんとご主人と3人で食事を楽しむ姿も目撃されています。家族水入らずの時間を過ごしながらゆっくり治療を敷いていたそうです。続いて松田聖子さんが暴漢に襲われた事件についてお話しします。事件が勃発したのは今から40年前の1983年3月28日のこと。会場は沖縄市市営体育館。当時21歳の松田聖子さんは松田聖子スプリングコンサートを開きました。18時30分よりコンサートがスタート。開始から1時間が経過した19時40分頃、事件が起こりました。事件は渚のバルコニーを歌っている最中、軽快に歌いサビに差し掛かるところでした。当事者はこう語ります。スタッフがステージの下手から来たと思ったら、急に聖子ちゃんに詰め寄り、右手で持っていた40センチくらいの鉄パイプで聖子ちゃんの頭を6回ほど殴り続けた。会場は悲鳴の嵐。すぐに10人ほどの親衛隊に取り押さえられました。聖子ちゃんは失神した様子でスタッフに抱きかかえられ、病院に直行。後で私もその映像を見たんだけど、確かにスタッフのような感じでステージにフラッと上がっていっているんです。幸いにも骨折や脳内出血はなく、打撲、裂傷で済んだんですが、これ以降しばらく聖子ちゃんが沖縄でコンサートをすることはありませんでした。会場での警備の脆弱さと専属のボディガードをつけていなかった問題など、アイドルイベントでの警備体制の強化が大きく問われた事件でした。幸いにも後遺症なども残らず、すぐに芸能活動に復帰できた松田聖子さんでしたが、この時の鉄パイプが現在の松田聖子さんに今になって打撃を与えているという情報があります。芸能関係者はこのように語ります。松田聖子さんは今年に入って神田正輝さんとのダブル激痩せが心配されていました。神田沙也加さんの三回忌ということで、新郎が2人に積み重なっているだけなのではと言われていましたが、神田正輝さんには癌闘病の話が単なる噂で片付けるのは難しいほど数多く上がっています。一方の松田聖子さんですが、最近になって脳に異常が見つかったと言われています。脳の一部に血の塊が圧迫されている部分が見つかっており、脳腫瘍の可能性もあるそう。近いうちに精密検査を受けるそうですが、激痩せはこの脳の異常による食欲不振が大きく関与しているそうです。専門家はこのように分析しています。脳に結界ができるのは大抵交通事故などの頭部への打撃があった時です。松田聖子さんに事故などの情報は聞いたことがないので、脳腫瘍の可能性も大いにあり得ると思われます。記者が松田聖子さんが40年前に暴漢から頭部を複数回殴られていることを伝えると、40年前の事故などの後遺症が発現するケースは決してない話ではありません。長い年月をかけて鍾乳洞のように血だまりが形成され、健康な部位に影響を与えることがあります。どちらにせよ、近いうちに精密検査を受ける予定だという松田聖子さん。6度の王だと大々的に報じられた松田聖子さんの襲撃事件ですが、2023年7打目が飛んできたようです。最後までご視聴いただきありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは、また。